すごい今日雨が朝雨すごくて、ましたね、めっちゃ雨の中めっちゃレインコート着て、わさわさ自転車こいで、もう、はい、お化粧全部取れて帰ってもう一回やって今。おはようございます、よろしくお願いします。まさか今日幼稚園の総会があるってライブ決めた時には知りませんでしたから午前中幼稚園総会からのライブからのライブしかも雨で、すごいすごい土砂降りの中自転車で今年はまだやってないな、自分のライブは、うん、去年10月にやってからですね。友人でやるのは一昨年の12月以来なんですよ、うん、そう、すっごい久しぶりで。そっか、配信でしたよね。そうなんですよ、配信ばっかりやってて、できるかなってお店と相談して4月に設定して行けそうだったんですけど、時間をね早めることになって急遽皆さんにバタバタとご連絡を差し上げ、時短の影響とかでしたっけ。そうです、8時にお店閉めなきゃいけないから、やっぱりちょっと1時間早めてくださいって。でお酒の提供も7時までとかでしょ。お店も続いてほしいですからね、本当に。まあでもなんだかんだまだ夢見心地ですけど、なんとか今日はライブができそうなんでよかったそれこそその一昨年の12月ライブして、じゃあ次3月にライブするからみんな遊びに来てねっつって、もう十何人ぐらいその場で予約して帰ってくれて、そしたらもうそれが配信ライブになり、そっからもう配信ばっかり、うん、だから本当はその流れでまあ春ぐらいとかね、レコーディング、春夏ぐらいかな、レコーディングできたらなと思ったんですけど、なんかゴニョゴニョ、ちょっとみんなね、あの時は一体どうなっちゃうのっていう状況の中で、なんとかしなきゃと思って、それで急に思い立って秋口ぐらいからやるぞっつって、秋口とか秋ぐらいからか、でも神楽もなかったんでね去年、びっくりでした。神楽ないってどういうこと、お祭り消えるってやっぱり日本ってダメなんじゃないんですか、そういうのってと思って、それでお祭りライブって言って自分でライブ組んで配信もしたりしたんですけど、お祭りライブあ、お祭りコンサートとか、そうそう、まあ配信はあくまでも配信ですね、やっぱりね。なんか新しい、そのなんだろう、今までライブに来れなかった方とか、遠くに住んでたり海外だったり、そういう人たちに見てもらえるのは大きなメリットかなと思ったけど、でもやっぱライブでやるようなほどの大きな、そのなんていうの、手応え、感触みたいなのはなくはないけど、慣れてくるとなんかそれもそれで怖いなっていう感覚はちょっとありましたかね、うん、今日なんかなんだろう、お客さんに向かってちゃんと MC するのが結構久しぶりだから、いっぱい話したいことあるけど、でも時短営業で時間伸ばせないからそうですね、あんまり喋らないようにして、うん、曲減らすわけにいかないし、すごいいろいろ考えてます。いろいろ告知をしたかったんですけど、なんかもう、はい、わちゃわちゃして間に合ってないんですけど、ちょっと子供の幼稚園も始まりましてですね、ちょっとてんやわんやですね、うん、実は。あとまあお客様へのご案内とかね、時間早まった、うん、
まあ、いろいろもう毎日ずっとこうやり取りがたくさんあったりとかして、まあでも楽しいですけどね、そういうのも久しぶりでね。なんかどうしよう、すっごいいっぱい食べたのに、おにぎり2個食べて、冷えのスープを飲んで、かぼちゃ食べて、いっぱい食べたのに、なんかお腹空いてきちゃった。ちなみにライブの直前とかも全然食べないんですか？はい、あ、すっごい食べます。すごい。私ってちょっとなんかお腹すきすぎるとその方が危険っていうか、機嫌悪くなっちゃうんで、今日は自分で炊いたたけのこご飯をね、あ、みんなの分もありますけど、もちろん、あと楽屋にケータリングっていうんですか、はい、はい、ありますんで。あ、そうなんですか、ケータリングがあるんですか。私からのね。すごいすごい、おかずは5品ぐらいで、あとたけのこご飯ですね。ちょっとね、こんな大きいたけのこもらって、それを一生懸命ね、食べようとしてて、あともうやっとこのくらいになりました。もう春巻きも2回やって、1回目は20本作って、2回目は30本作りました。30本、もうフライパンもうはみ出てる状態でもう混ぜて、もうなんとか、もう春巻き職人ですね。もうすごいです、もうてんこ盛り、うん、なんか上手になりそう。それをずっとやってると巻くのもうまいと思います。結構綺麗に、いや頑張りましたよ春巻きは。わー、ありがとうございました。ちゃんとこっち側につけてもらえた、よかった。ありがとうございます、頑張ります。
ありがとうございます。はい、なんかこの位置を私なりに考えて良さそうな位置をちょっと探ったんですよ。ちょっとそれでやってみるんですけど、もうちょっと話した方がいいとかいろいろあれば教えてください。いきなり月とダンスってなんか緊張、そうなんですよ、緊張感で始めろかなって緊張感が出てきました。
でもあ、ウームあります、あったらそっても最高でしたよ。そうです、すいません、4公演みたいな感じなんですけど厚見さんは多分ちょっと切られても大丈夫らしい、ね、まあ若いからちょっとなら3分で戻りますけど本当に忍びがいるから。ピアノから入るんでしたよね。そうですね、なんかシンセかな、あ、シンセか、そうそう、なんかとにかく狂言さん音が鳴り出してなんか場の雰囲気いいなって思ったらそれで入ってきてもらう感じで、はい、音きっかけでお願いします。はい、音きっかけで、音線香か、お願いします。イブの頭という設定です。Someone else that's bad. Oh, I see. So, gambatte kudasai. Okay. Light の明るさこれでいいそうなんで大丈夫です。すいません。じゃあ最後。最後にザレをやります。Thank you.
ます、ちゃんと。私ちょっと楽屋行ってます。大丈夫です。本番よろしくお願いします。お願いします。なので、なんか時間が意外となくなっちゃって、なんかすごい余裕があると思ってたのに、でもちゃんとこう甘いものも食べれる。こう、あ、そうだ、え、トラヤの羊羹一個だけ、一個だけあったから本番前に食べようって思って。さやまちゃ羊羹ちょっと。で、お仕上げポテチ食べて。いや、これでもなんか久しぶりすぎてワクワクしますね、ほんと。伊藤さん本番前やっぱ押されたりするんですか？ちょっと舞い上がって、舞い上がっててもそれもみんなも楽しんでくれそうで楽しみです。集中力が。あ、この間、あのうちのスタジオに京元さんが来てくれて、ついで練習したんです。まあ、あと20分ぐらい走ってくるのかな。ちゃんと。ちゃんと。消化されるわけじゃないですか、これ。なんかさ、こう、なんかちょっとキラキラしようかなって思って。よし、いや、ダメだね、スケさん、これ俺呼んでる、ポテチが俺を呼んでる、すいません。もうないって、もうないって。マジで俺、ポテチやるともう2秒ぐらい経つんですよ。2秒早い、早い、2秒ぐらい。ファミマに行っても、とりあえずポテトね、頼むからね。そうっすね、そこはポテチのレッスン、毎日毎日フライドポテト、もう大好きなんですよ、デブ。本当、え、でもじゃがいもも冷えの方だから、やばいじゃん。やばい、揚げててもダメなんですか？ダメです、うん、揚げてても冷えやめよ。干し芋は大丈夫だから。うん、干し芋、あの、まあ、さつまいもだけど、干し芋、干し芋は干してるから。じゃあ、まあ、すぐ見よ。結局のところキムチしか食べるもんがない。え、そんなことないよ。でも白菜もあえて発酵してるからいいけど、そのままだと、ね、多分冷たい方だから、やっぱあの大豆とかも発酵させて味噌とかにしてるって言うけど、普通の大豆ってあんま良くないんだよね、実は。うん、そうなんだ、うん、え、でもさ、大事にした方がいいね。いや、大事にしなさい。で、20万するって高いじゃない？20万すごいな。でも大体20すると半永久的に使えるもの多いよね。オーディオインターフェースとかさ。あ、大事。待って、オーディオインターフェースも欲しいの。どうしたらいいの？インターフェース20万ぐらいの使ってると、大体普通に卓録でも別にマイクそこそこ良ければレコスターと同じぐらいのクオリティで。でもオーディオインターフェースなくても、例えばさ、なんかマッキーとかの。私マイクとオーディオインターフェースで欲しいのが今あって、でもこの間突然あの真壁の陽平さんが私を推薦してくれてて。どうしたの？なんか 2.5 次元の舞台のレチクを宅録でやって、その日に知り合って数時間後に納品したの私。そう、あれ、木戸さんどうしたの？木戸さんどうされて、多分走ってそうか。まずはね、お願いします。はい、皆さんこんばんは。ピアノの杉浦です。なんていうんですかね、まあ、今からね、もうあと20分ぐらいですよ、ね、本番が始まりますんで、みんないろいろおのおのね準備してガチャガチャ聞こえると思いますけど、まあ、我々もね精一杯頑張りますんで、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ドラムのゴミです。いや、今回のね、忍び、すごくいい曲たくさん入ってます。ぜひね、皆さんにも聴いていただけたらと思ってますので、よろしくお願いします。うまい。お気持ちのいい曲。そうですね、一応そんなの入れときつつって感じですかね。さすがです。厚美さんは？厚美さん、またじゃちょっと後でやらせていただきます。ちゃんと今考えてる。あー、違うな、部屋ヘアメイク、ヘアメイク中ですね。俺は後でちょっと厚美さんの写真ちゃんと撮ってツイッターに投稿しよう。あの、今ヘアメイク中ですっつって。ツイッターであげるの。本日の厚美さんって書いてある。本日の厚美さん、気合入ってます。で、いい
よし、サラさん。ライブ。あ、ベースの厚見義郎です。これから、素敵な演奏を届けられるように頑張りますのでよろしくお願いします。どうですか、サラさん。え なんですか、サラさん。えサラさんが何ですか。どうですか。どうですか。あ、今日の衣装最高ですね。衣装最高。衣装が最高。うん、衣装いいじゃないですか。よく似合ってます。どういう状態なんですか。ありがとうございます。どういう状況。全然よくわかんない。なんでサラさん。厚見さんだけなんか追求。ちょっと今度精神的な余地が。いやでもここで追い詰められておけばもう解放のみですよ。そうですね。本番は解放のみになります、ね。最高ですね。よし、カミちゃんとしたな。どうですかこれで。はい。厚見さんの。あ、ありがとうございます。お恐れ入ります。いやー、ちょっとキラキラしすぎ。大丈夫これ。なんかおかしいや。なんかプリンセスみたいな感じになってますね今日。プリンセスになっちゃった。ちょっとおかしいかな。パールの方がいいか。ちょっとどうです。ちょっとどうです。キラキラすぎ。もう一個の方はどうなんですか。普通のあの、うん、パールがあるんですよ。はいはいはい、これじゃない。こっちの方が本物なんですけど、偽物と本物がありますけど、まあ、こういったこういったものをこうこのようにこうぶら下げて、はいはいはい、それだから2ついっちゃえばいいじゃないですか。えってことこれとこれ、これなしでこう。あ、僕は現状の方が好きかな、うん、キラキラしてる。なんかこっちの方が綺麗だよね、うんうんうん、あ、おかえりなさい、待ってました。はい、よかった。はい、いやちょっと一回走ってたんですよ、木戸さん。木戸さんね、うん、走ってきてる。今噂してたんだけど、さんどこ行ったんだろうって言ったら、今走りに行ってるんです。木戸さん絶対走ってますね。そう、時間あったら、時間あったら走りたいんですよ、ね、これちょっと一回カビカビになっちゃいけないから、はい、あー、すいません、すいません。いや、いいのよ、こうしてさ、ちょっとこうしとくね。ちょっとね、うん、ちょっとね、カピるからね。そうですね、こうしとくね、うんうん。まあいいですね、なんかもう出来上がってますね、うん、よくわかんない。今日全部こんな白でさ、爪だけ黒いの。あ次のために、うんうん、あ、そっかそっか、赤用にね。そうそう、あの忍者用、忍者黒いの。ちょっと、ね、よし、じゃあちょっと今日はキラキラ系で、キラキラプリンセスで今日は。キラキラプリンセスなんと忍者プリンセスなんです今日は。キラキラプリンセス見たの初めてかもしれないですね。あ、本当です。まあね、今日はお祝いですからね。ちょっとなんかブカブカなんだよねこれ、この服。でもサイズ1個しかないって言われたの。最近トレンドってオーバーサイズ気味って言いますよね。そう、でも、ね、でもちょっとまあいっか、もうこれしかないし今日は。いいんじゃないですか。なんかあんまり細いと貧相に見えたりしますね。あ、そうなの。私さ、弟とかから鳥柄みたいとか言われてさ。鳥柄はひどいな。肉親は言いたい方だな。そうなの。鳥柄はひどいな。せめて絵頭2時50分。絵がちゃんの。せめて。せめて。秋吉2時50分。じゃあ、親父さんの方に秋吉2時45分。何分で2時51分でしょ。お仕事はあなたそうです。でしょうか。やばいな。何かあるんですか今日。5分前切ったから降ります。まあ、そうですね。降りますか。でもいいですね。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構ね、降ってるわ。えいえい、オンタイムできそうです。ちょっと遅れるって言ってる人結構いるんで、仕事の関係で。うん、行きましょう。早いっすよ。そうなの。そうそう。
でもやっぱ始めちゃわないと結論が、うん、そうなんですよ。もう5分でもちょっとそうなんですね。ちょっとでも喋りたいから。そういう人に合わせられる、こういう、いいな、でもこの時期ならではの感じが。確かに本当、本当振り回されますね。あ、本当ね、時間帯が、急だもん、急だもん、いろんなことが。お店の人大変ですね。あ、そう、ありがとうございます。ここにいよ、みんな大丈夫です。はい、あ、木戸さんこっちに、はい、いいです。サラさん今ね、はい、今58、はい、お、完全オンスタートですね。にしたいです、はい、いいでしょうか、うん、もちろんもちろん。だからオンで出るみたいな感じで、うん、はい、オンで出る、うん、今あと1分半前、はい、1分半前、ちょっと待って、スイッチ入れよう。スイッチポンポン、スイッチポンポン、入った。59分30秒です、はい、秒読みだった。30秒前、はい、ここから3秒刻みです。すごいな。そうなんですよ、輝きが半端ないんですよ。ちょっと今日はお祝いなんでお願いします。行きますか。じゃあ私これ持ってきますんで、はい、ゆうすけさんも出てください。少々お待ちください、はい、覚えててくださいね、ぜひ。
ションもありますね。そうなの、お手伝いします。はい、あ、気をつけてください。ゆっくりで。ありがとうございます。嬉しいね。ここからのチェンジっていう。そうだね。そう。あの、時間、スバラですね、スバラですね。今50分、今50分だから。なんか5分前ぐらいにはしたり降りてたいんですけど、はい、あ、指示スタートか。指示スタートだから。もしかして俺ら出た方がいいの？あ、いや大丈夫っす。まだ大丈夫ですか？まだポテチ20枚ぐらいは食べれるから。食うな。やっぱ食べたのよ。じゃあ、あかねさん、こっちの結んでもらっていいですか？すいませんです。いきますか？あ。早く。早くない。それはない。機能的な話ブレちゃってる。ずれちゃってる。始まりがと思ってる。いやいや大丈夫。どこにいるのが一番ふさわしいんだろう。すいません。めっちゃ助かる。下にでもさ、企業出さなきゃだから、これを一回脱がなきゃいけない。そうか。頑張ろう。よし。じゃあ、お待たせしました。お願い申してそろ。ちょっと寒いけど、でも気持ちがいいな。ライブになったら絶対暑いわ、これ。やばいわ。早いですね。でも時間通り。うん、完璧じゃないですか。すね、完璧じゃないですか。じゃあ、ドバタもお願いしますね。おい、2分。はい、はい、はい、どうぞ。お願いします。ごみくん、ささぎ、ささぎ。あ、俺、あれですね。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、行っちゃいますか。はい、お願いします。はい、CD をリリースしてからほぼ毎日ずっとですね、外国の忍者ファンの方から Facebook で申請が来続けるというですね、というようで、分かった、これ分かったことにすればいいんだと思って、時間を巻き戻してもう全然違うビジョンにして、そしたらその後立って
でも家に帰ったらもう痛みがなくなって治ったんで、治ってないんですけど、でもね、痛くないんですよ。で、今日もこうやって立ってさっきみたいに動きができたんですよ。じゃ大丈夫です皆さん、変な人のコンサート来ただけもあるし、もう後半になってます、遅いですけどねそう。私が多分最初に作ったような昔の曲でザレをお届けしたいと思います。エボリューションに入ってるんですけども、この曲は自分が幼稚園の先生をしてて楽しかったなっていう気持ちを曲に書いて、いつもいつも昔ライブやってる時はアンコールで演奏してたんです。今日は初心を思い出して最後にザレをお届けして終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。3750円です。すごい計算してあれなんか関西、そう関西だったんですけど今東京にいます。そうなんですか、はい、それはじゃあもうぜひあの、はい、ぜひカモンですよ、そのまま。はい、チーズでいいのかな。いいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんよ。忍びエンターテインメント帰ってきましたよ。いやー、皆さんありがとうございました。いいライブだったね。いやー、ほんと皆さんのおかげですよ。もう、それで終わりましたね。アンケートの声かけすんのさ、すっごい忘れてて、一番言わなきゃいけないのに。ごめん先生、サラちゃんいつも支えてくれてありがとうございます。私の代わりにお礼言ってくれて。教師サラさん、解明が板についてきましたね。狂言さん、あの狭い場所でくるっと回るのすごい。いや、回りましたね、今日狂言さん。すごいですね。私の技はちゃんと見えてましたよね。結構息合ってたと思うんだけど。うん、見えてました、見えてました。なんか大丈夫でしたよね、多分。チョーケル、今後明慶さんに挑戦してほしいことは何ですか？山伏。山伏もまたなんかすごい世界があって、山形の方とかで。ホラガイ吹いてくれてますか？そうそうそう、ホラガイ吹いたりして、あの山の中ね、こう。久しぶりのサラちゃんの忍は余計なものが剥がれ落ちて研ぎ澄まされた感じ、感動しました。私に挑戦してほしいことは何ですかっていうアンケートの質問したんですけど、サラさんがピンときたことだって。そうですよね、やっぱりピンとこないといけませんね。それが大事ですね。今回のライブを行っていただきありがとうございました。久しぶりに生の演奏を聞くことでとても幸せな時間を過ごすことができました。日本橋以来です。日本橋、あ、日本日本橋、三越だ、そうだ。あ、でもなんか良かったですね、やってみるもんですね、やっぱり何でもね、何でも。今回時間も早まったりとかして、ハプニング続出でしたけど、でも来てくださった方がみんななんかすごい満足してくださっているのを感じたんで良かったと思いますよ。ありがたいですね。怪我したのが何ともなくちゃんと立ってできてたのが結構、後でなんか痛みが来なくて、なんかね、でもあのもう時間巻き戻して帰っちゃったんで多分大丈夫っぽいんですよね、うん、不思議なんですけど。いつも大体あれですか、ライブ終わると結構疲れが取ってくる感じですか？ケースバイケース、ケースバイケースですね。結構なんか楽しくてキャーって感じで結構目が冴えてる感じ。今日はなんかいろんなものが入り混ざってて、なんかただの楽しいだけじゃなくて、今までとは確実に全部っていうか、いろんなことがすごい変わっちゃったのが見えて、なんか世の中っていうか今生きてるみんな、こっから先本当何を思ってどう生きていくか本当重要だなと。そうだから結構ライブの最後の方に行くに従って、本当にみんなが生きていく力になる音を出さないといけないなとはすごい思って、それでやりました。なんか本当マスクの下にある顔は見えないのですけども、やりにくかったけど、なんかそういうものを超えて、いやー眠たい。ちょっと眠くなってきてる。今日は実は幼稚園の総会の朝あって、私はクリスマス係にちょっと立候補したんですけど、でもよかったな、はい、今日は無事に終わって。なんかライブハウスの人たちもいつも協力的で、ライブ重ねれば重ねるほどやっぱりすごくなんか音作りにしても場作りにしても学力してくださるので、安心してライブできるなって今日も改めて感じましたね。やっぱバンドのメンバーは今回
レコーディング経てますから、やっぱり、うん、もうなんかさすがですねっていう感じの演奏ばかりでしたね、本当。いやー、参りますわ、すごいですわ。次回のライブは、初めての組み合わせで、意外と初めてなのね。ピアノとベースってやったことなくて、謎に。そう、6月27日に、まあ今までの楽曲はもちろん、その編成でちょっと新しい面を見せれたらなっていうのもあるし、ちょっと最近やっとなんかね、曲がまた書けるかなって感じがしてきてるので、あ、そうですね。はい。今日来てくださったお客様、皆さん本当にありがとうございました。私は力をたくさん出して、今ヘロヘロでここにおりますけれども、とても心地いい、疲れに襲われて、今日はよく眠れそうです。久しぶりに皆さんのお顔を見て、なんか安心したな、やっぱりな。ああ、みんないるって思ってね。嬉しい。嬉しいです、本当に。なんか、もし私の演奏が皆さんの力になってたら嬉しいです。皆さんが来てくれて今日は歌った、それが私の力になったんです。本当にありがとうございます。あの、もう死にそうにならず、これからは元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、着いた。